Rikki-chan. Hello guys, how are you? Rikki-chan. Vera Hara Channel です。今日、はるちゃん、グミ食べたんだ。今日、お父ちゃんと母ちゃん、たくさん話したんだって。みんな見てね。みなさん、こんにちは。Hello, everybody. お母ちゃんです。エラです。ダディです。こんにちは。元気な挨拶した。Today, we are going to talk about the top 5 souvenirs that Australian people love.オーストラリア人が喜ぶ日本のお土産トップ5を今日私とダディでお話しようと思います。一応私とダディはオーストラリア人ですけど、日本人の妻を持つ人なので、ちょっと日本に精通しているので、今日ご紹介するのはダディが直接思うトップ5というよりは、全体的に私とダディのオーストラリア人のお友達を見て多分こうだろうなっていうトップ5を選びました。ではまず第5位、ナンバー5。トップ5、Japanese stationery。イェイ！ Japanese stationeries、だって日本の文房具が喜ばれる。It's very different from Australian stationery. It's good design, good quality. Not expensive. There's a wide variety of options.Japanese pens are very smooth and reliable. Do you think so? Especially Muji's gel pens. They're my favorite pen. 私も自分の教え子を日本の修学旅行に連れて行った時、日本のシャーペン買ってましたね。 In English, that's Pacer. Japanese Pacers are pretty popular among Australian people, I think. Don't you think? 人気よね。あと私の職場の人で無印良品の大ファンって人が数人いるんですね。日本の文房具の大ファンって人がいます。あと文房具だと筆ペンとか、あと猫のこの手のポストイットとか、あと可愛い消しゴムとか日本にいっぱいあるじゃないですか。筆箱で可愛いキャラクターのやつとか、あとペンも極細とか何点何ミリとか、すっごいいろんな種類があって、オーストラリアのペンよりスムーズだと思うんですよね。あとホチキス、日本のホチキスってあの端っこのところにこういうペコってところがついてて、こうやって取れるようになってるじゃないですか。ホチキスの芯があれってオーストラリアのホチキスにはないんですよ。だからオーストラリアではそれ用のステープルリムーバーってやつを買わないといけないんですよ。そういう細かいところが超便利な文房具は日本は多いと思います。あとホチキスの芯なしのホチキスとかもあるじゃないですか。穴だけのやつ、ああいうのとか素晴らしいと思う。ということで第5位は日本の文房具でした。では続いて第4位、 Japanese instant noodles。 イエイ！ An instant miso soup or umami。 Umami? Umami。 Umami。 カップヌードルとかお味噌汁とかすごい人気だと思います。It's delicious, cheap and fast. 確かに安いかも。Instant noodles in Australia are very different. 違うのよ。The biggest difference is that we remove the water after 3 minutes. But Japanese instant noodles have very tasty broth.I like Japanese yakisoba. Do you? Yakisoba. Yakisoba が好き？そうよね。一平ちゃんとか美味しいよね。あとインスタント系の食べ物といえば、クックドゥの混ぜるだけみたいなやつもすごくいいと思います。絶対あのオーストラリア人の口に合う味だと思います。あの牛丼の素とか、ああいうのは絶対受けがいいと。思います。あとそのカレー、温めるだけのレトルトのカレーとかももし持ってこれるんであればいいと思います。 Radio number 3、 第3位、 Japanese chocolate。 チョコレート、アルフォート。アルフォート。あとはメルティーキス。メルティーキス、マッシュルームキンチョキス。あれ、キノコの山、タケノコの山。あれ好きよね。もう瞬殺すぐ終わっちゃう。How are they different? A lot of different flavors, nicely packaged. Japanese chocolates are very
light. 軽い、mm. 確かに。It's a bit annoying that every tiny chocolate is packaged. ああ、一個ずつ分かれてるってこと？確かに。だってこうやって食べるもんね。こうやって食べるもんね。We have to open every one.確かに。ここで言うのは白い恋人とか、あとトッポとかも、あとヨックモックのクッキービスケットとかもすごい喜ばれると思います。オーストラリアのチョコレートってすっごい甘くてヘビーな感じ、重たい感じ、1個食べたらおお腹いっぱいってなるけど、日本のチョコレートってすごい軽い気がするんですね。 Very light and crunchy and fluffy sometimes, don't you think?、Mm.美味しいよね。とっても美味しいね、うん、あとこれはお伝えしなきゃと思っていたのは、そんなに日本食とかに興味がないオーストラリア人はあんまり攻めた日本のお菓子って食べれないと思うんですよ。いきなり日本のことあんまり知らないオーストラリア人にこれが和菓子ですとか、あとスルメイカですとかヨッチャンですっていうのはちょっとハードルが高いかも。好きな人は好きだと思うけど、あんまり精通してない人にはチョコレートぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。では第2位、 Second place Number 2、 Japanese beer. You love Japanese beer, don't you?、Mm. Which one is your favorite? キリンラガーが一番好きだよね、mm. エビスも好きだよね。日本のビール美味しいですね。好きよね。But the truth is that we can get lots of Japanese beer in Australia. Strong taste, strong flavor. Oh, 本当? It may be a bit interesting to compare the taste, even beer. Sapporo, こっちで飲めるキリンのビールとか、札幌とか。でも日本と味が違う。ちょっと微妙に違うんですよ。それをなんか、キキビールみたいにしても面白いかも。Don't you think that tastes slightly different, like Japanese beer that we can get in Australia?、Mm. And the Japanese beer, the ones that you can get in Japan, they taste different? Yeah, they're brewed in different places. Like where? Some Asahi. In Australia? Thailand とかでね、タイ?これちょっと味が違うって私たちは思うんですけど、オーストラリア在住でビール飲まれる方どう思いますか？コメント欄に教えてください。コメントください。あとここで言う日本のお酒はビールを言ってるんですけど、もし上級者編なら日本酒とか焼酎もいいかもしれない。でもあんまり日本に精通してない人なら、もしかしたら日本酒とかはちょっとハードルが高いかも。だから梅酒とかなら、梅酒とかビールが安全牌かなと思います。I think that they'd like to try it, but I don't think they would like it as a souvenir or something to, you know, a whole bottle to drink. 確かに、確かに。で、どうせ買うならちっちゃいやつがいいかもね。They may not be able to finish the whole bottle. My favorite 日本酒is Hakkai-san. ダリーは Hakkai-san が大好きです。First place!Number one,、うん、Japanese chips. もうこれは絶対間違いないと思う。They are very unique. Thick. Flavor? Flavor is thick? Or the chip is thick. そう？ビーガンとかの人じゃなければ、コンソメパンチとか、カルビーのいろんな種類あるじゃないですか。ジャガビーとか、ああいうの絶対喜ばれると思う。Every time we go to Japan, we...get Japanese chips and take them back to Australia instantly. Gone. So quickly. すぐなくなっちゃうもんね。うん、あと日本のお菓子ですけど、オーストラリアのスーパーで最近コアラのマーチとかポッキーは買えるんですよ。味を比較するっていう意味で同じのを買ってもいいかもしれないけど、オーストラリアで買えないものをあげた方が喜ばれると思うので、ポッキーとかコアラのマーチは避けた方がいいかもしれない。あと自分の生徒を日本に修学旅行に連れてって思うのは、やっぱりみんなそんなにチャレンジはしないんですよ。例えば日本の修学旅行行って帰ってきて何が一番美味しかったって聞くと、デニーズで食べた BLT サンドとか、せいぜい大戸屋で食べた唐揚げ定食とか、いきなり
やっぱり焼き魚定食とかにはいけないわけです。日本食なんだけど、一応和と洋の間、どちらかというと洋よりの食べ物を好む傾向にあると思うんですよ。あんまり攻めないから、お土産とかにいいなと思うのもオーストラリア人が慣れ親しんでるもの、チップスとかチョコレートとか、まあ、それでもちょっと日本のテイストが入ってるのがいいかなと思います。だからキットカットとかいいかもしれない。日本にいろんな味があるじゃないですか、抹茶とかプリンとか。こっちでもキットカットを買えるんですけど、日本のキットカットって全然味が違うから、それはいいかもしれない。ということで、以上、オーストラリア人が喜ぶお土産第5選でした。今日エラちゃん寝転がってたんだよ。見てくれてありがとうございます。またね、バイバイ。 Keep on watching. See you later. エラちゃん大好きなんだ。みんなまたね、バイバイ。